はい、3月の4日月曜日、今午後5時半になったところです。今日の日経平均株価はもう寄り付きから4万円を超えまして、高値は4万314円というところまでありました。まあ、大引けは4万109円、そして今日の安値はなんとですね、4万飛び飛び飛び1円と55銭。まあ、首の皮1枚ですね。今日の安値も実は4万円割らなかったっていうのは、これちょっとある意味象徴的ですね。まあ、先週の金曜日にですね、高値が、ザラバの高値で3万9990円まで行ったわけですが、日本市場が終わった後の米国市場で、まあ、例によって NVIDIA がですね、決算発表後に株価やや下げていたんですけれども、一気に 4% 上昇してですね、そしてまあ終わった後もさらに、まあ引け後のですね、時間外取引でも上昇して 4% の、とにかく時間内でも 4% の上昇、そしてソックス指数も 4% の上昇ということで、まあハイテク株を中心にナスダック、そして S&P500 種が高値を更新した、まあそういった流れを受けて、そして為替もまあ大きな変動がなくですね、まあ150円挟む展開ということですので、今日はまあなかなか日経平均が下げる要素がなかったということはもちろん言えなくもないんですが、寄り付きからまあ4万円を超え、そして安値も4万円を割れずにですね、結果として198円41銭高の 0.5% 高、4万109円ということになりました。でトピックスの方はですね、 0.12% 安、 3.14 ポイント安の 2706.28 ポイントということで安かったわけですね。まあ、実は東証プライム市場のですね、値上がり銘柄数は実は425銘柄で、値下がりが1195銘柄、変わらずが37銘柄ということですから、まあ、実を言うとですね、トピックスがよくこれでこの程度の下げで済んだなっていうぐらいの、まあ、値下がり銘柄数の多さになっています。まあ、トピックスは時価総額っていうことになるので、まあ、ですからやはり時価総額の大きいところの銘柄は、まあ、堅調だったと、まあ、いうことになるんでしょうね。まあ、今日もやっぱり東京エレクトロンのようにやっぱ時価総額がものすごく大きい銘柄がさらに大きく上昇したということも、まあ、日経平均の上げに、しかも東京エレクトロンはですね、まあ、日経平均の日寄与度の非常に高い銘柄ですから、まあ、こういった半導体関連の銘柄が強いと、まあ、日経平均はプラスになると。でまたトピックスもマイナスとはいえ、これだけの多くのですね、銘柄がマイナスの割にはですね、強かったということになります。じゃあ果たしてこれだけマイナスの銘柄が多いっていうことは、果たしてこれは相場って強いんだろうかっていうことをね、ちょっと疑問に思う方もおられると思うんですね。売買代金も今日も実は5兆3879億、飛び300万円ということで、相変わらず5兆円を超えているわけです。やっぱこれだけが売買代金が多いっていうことになると、当然大型株でも、まあ個人投資家にしてもですね、利が乗っている大型株、利食いが出るはずなんですよね。しかしそこにやっぱりニューマネーも入ってきてるから、まあ、これだけの売買代金が、まあ、できるんだろうなと、まあ、いうふうに思われます。じゃあ今の株価っていうのはじゃあバブルなのかっていうことになってくるわけなんですが、結構ですね、業績が少しでも期待に沿わなかったりする銘柄なんかはですね、結構厳しい株価になっていまして、まあ、今日あたりも例えば伊藤園なんかでもですね、業績予想特に変わらないわけなんですが、据え置きでもですね、まあ、昨年来の安値を更新して 8% 下がったりもしていて、ですから、まあ、何でもかんでも買い上げるバブルの時の株価ではやっぱり4万円超えても全くそんなことにはやっぱり日本の市場はなっていないなというのがですね、まあ、今の日本の市場だろうと思います。一方アメリカの方も、まあ、日本に比べて、まあ、いわゆるそのテック銘柄の大きい銘柄が占める時価総額が大きいっていうのは、
その通りで、その傾向は今でも、まあ、もちろん NVIDIA を中心にあるわけなんですが、まあ、このところちょっとラッセル2000にしてもですね、まあ、トピックス、あ、ごめんなさい、 S&P500 種にしてもですね、まあ、小型株のところも少しずつ上がってきていて、まあ、アメリカもどちらかというと広がりが出てきていると。じゃあ広がりは何でもかんでも出てきているかっていうと、やはり今はですね、例えばハイテクの銘柄でも、まあ、いわゆる半導体銘柄なら何でも上がるかっていうことではやっぱりなくて、生成 AI に絡んでるところで業績の裏付けのあるところと、来期以降大幅に業績が拡大しそうになってる銘柄、そういったものが上がっているっていう形になっていまして、まあ、やっぱりこれは政策金利が何といっても 5.25 から 5.5 っていうことで非常に高い金利が保たれているので、そういう状況の中でもある程度の成長ができるような銘柄しか上がっていないという意味で、やっぱり日米ともに、まあ、もちろん高値圏であるわけですから、何かのきっかけでですね、調整するリスクってのは常にあるわけですけれど、しかしじゃあバブル的かというと決してそんなことはないなということが言えますね。で、特に日本は、まあ、PER から考えても全くバブル的な要素は全くないと言っていいんじゃないかと思っています。まあ、1989年のいわゆる、まあ、バブル時代と言われたところでですね、私も、まあ、証券マンとして、まあ、働いていたわけでして、その頃のこともはっきり覚えているわけなんですけれども、まあ、考えてみたらあの頃に比べたら GDP だって今の方が多いし、企業の収益だって圧倒的に多くなっていてですね、にもかかわらずやっぱり給与があんまり上がってこなかったっていう、このやっぱりデフレ時代のツケをまだ払わされているなということなんだろうと思うんですね。だからやっぱりその今の時代に見合った他の国はデフレにならずにずっと給料が上がって GDP も伸びてきていたけれども、日本は取り残されていたわけですから、その取り残されていた日本を取り返すようなスピード感を持って、まあ、日本の経営者たちはやっぱり従業員の給与を上げていくってことをやっぱりやらないといけないと思いますね。まあ、それやらないと本当にやっぱり実質賃金がなかなかですねプラスにならないと、まあ、こういったことになってくると思われます。ところでですね、先週発表になった投資主体別の売買動向で、久しぶりに海外投資家が現物を、まあ、わずかとはいい800億円ぐらいでしたかね、売り越したってことが話題になっていて、じゃあ海外投資家日本株今後どうなんだろうということなんですが、いろいろ調べてみるとですね、ちょっと面白い話が出てきていまして、実は証券会社の自己売買部門、これ現物ですね、これが2月の第1週が2044億円の買い越し、2月の第2週が6346億円の買い越しで、2月の第3週19日から22日が5077億円の買い越し、おそらくですから2月の最終週はもっと大きな数字になっていると思われるんですが、じゃあこの自己売買、ご存知のように自己売っていうのはですね、買いっぱなしってことないわけで、自己売っていうのはやっぱりこう基本的にはさや取りなわけです。証券会社が自己の部門でまあさや取りを行うのが自己売ですからね。しかしこれずっと買い越したんですよ。でこれ何なのかということなんですが、実は海外の投資家からのオーダー、これをですね、もう受けてるんだけれど、海外投資家が例えば債券とかをいろいろこう売って、現物の、まあ、いわゆる現生って言いますかね、お金を作るのにしばらく時間かかるので、しかしもう買わないと間に合わないので、買い遅れたくないので、必ず買うから買っといてくれっていうようなことをですね言って、証券会社との間でですね、話し合いをして、その結果証券会社が自己で買って持っている分をですね、海外投資家のお金が入ってきたら、その時の時価でその自己売で買った株を渡すと
こういう契約が増えてるんだそうです。これは面白いなと思いましたね。つまり、証券事故っていうのは、絶対買いだけになるなんてことはないわけなんですね。それがそうなってるってことは、まさに、今後海外投資家が買って事故がそこに持ってる株を、まあ、渡すと、こういうことになるんでしょう。ということを思うとですね、やっぱり、海外投資家の日本株に対する期待感というのはまだまだ続いているということが言えると思います。それからですね、やっぱり、アジアでもですね、日本株が4万円に乗ったっていうことが大きく、まあ、市場関係者だけでなくマスコミでも取り上げられていてですね、やっぱり日本株買っとかなきゃダメなんじゃないのかなというですね、まあ、そういった、まあ、機運が大いに高まってきているというようなことも聞かれていまして、ある意味ですね、日本株のですね、まあ、これからその期待感ますます膨らんで、結果として日本株のですね、今後の、まあ、上昇というのにつながっていくんではないかなというふうに思いますね。で、とは言っても今週はですね、まあ、例えば先週末に出たニュースで言えば、アメリカで言えばですね、ニューヨークコミュニティバンクオープンがですね、株価が 25.9% 急落してですね、なんかいわゆる余震のところで重大なミスがあったということで、まあ、CEO が交代した、まあ12月の赤字も膨らんだなんていう、まああんまり芳しくないニュースも出ていますし、今日伝わってきた ところによるとですね、中国の、まあ、全人代が明日から始まるんですけど、なんとですね、終わってから間違い、毎回ですね、終わった後に首相が記者会見するんですけれど、今回は記者会見もありませんという発表を今日すでにもうしているんですね。やっぱりその中国っていうところは、やはり情報開示に大いに問題があるっていうことはもう誰しもよく分かっていることではあるんですけれども、やはりその市場っていうのは、その信頼、そのいわゆる投資家っていうのは市場に対して信頼感がないと、まあ、いけないわけですね。ですから中国が、まあ、今悪いのはよく分かると、悪い中国、経済の悪い中国がこれからどうしようとしているのかとか、そういったこと、まあもちろん全てが信じられるかどうかはともかくとして、とりあえずはですね、まあ、若者の失業率の発表も去年の春先以降発表していないだとかですね、あるいは今回のその李強さんの記者会見やらないだとか、まあ、そういったことはまさに市場の信頼を、まあ、損ねる、市場って言いますか、投資家の信頼を損ねることを、まあ、自らやってるってことになりますね。失礼しました。まあ、ですから、そういう意味で、まあ、中国がですね、日本に、まあ、むしろこう、マイナス、まあ、中国のそういったマイナスの行動が、まあ、結果として日本株に対してですね、まあ、プラスの要因になっているという、まあ、皮肉な結果になっていると思われます。まあ、今週はとりあえず、まず週末は雇用統計、アメリカの雇用統計が発表になりますし、それから6日7日はパウエル議長のアメリカのジョイント下院での議会証言があります。そして何と言っても明日がスーパーチューズデー、アメリカのですね、まあトランプ前大統領がおそらくスーパーチューズデーが行われる全ての州でニッキー・ヘイリー氏に大きく引き離しているようですので、事実上明日でもう共和党の候補はですね、まあ決まることになるわけなんですが、それでもニッキー・ヘイリーが降りない、まあ、これっていうのはですね、まあ、ある意味、トランプ陣営がですね、まあ、選挙の費用とか、選挙の費用だけじゃなくて、まあ、裁判費用とかもかかるので、まあ、ニッキーがずっと出ていれば、トランプさんもですね、ずっと選挙活動を続けていかなきゃいけない。大統領選の本選が一番大事なんだけども、もうその前の共和党の候補になるところはですね、もう事実上決まっていてもですね、
まあ、事実上決まっていても日記さんが降りないとですね、やっぱりそれなりにお金がかかるということで、まあ、トランプ陣営に対するですね、まあ、嫌がらせのような状況ではあるんですが、まあ、ニッキー・ヘイリーあんまりこれやっちゃうとですね、次回の2028年に備えて今出てるなんていうことを言ってる人もいますが、ここでやっぱりトランプさんの、まあ、ファンといいますか、トランプのファンというのは何も熱狂的にトランプのファンっていうだけではなくて、結構若者も含めて冷静にですね考えて、やっぱりトランプではいいと考えてる人も実は大変多いんですよね。むしろトランプがダメだって言ってる人たちの方が、もう要するにトランプと言ったらノーと言うだけで、中身を全く議論しないっていう人の方がむしろ多いように思いますね。まあ実際ニッキー・ヘイリーの地元のサウスカロライナでもトランプさん勝ちましたし、ニッキー・ヘイリーさんの出身母校である大学のサークルでもですね、共和党候補としてですね、ニッキー・ヘイリーではなくてトランプ氏の方がいいと、正直であるということを言っていると、まあ、こういう流れの中で、まあ、トランプさんが、まあ、もう候補にこのスーパーチューズデーで決まることはもうほぼ 100% と言ってもいいと思うんですね。まあ、あとはですから、どれだけ、本選に向けてですね、世論を高めていけるのか、まあ、こういうことに尽きるのではないかと思われます。さて、まあ、4万円が定着するかどうか、もちろんですね、まあ、まだ4万100円ですし、109円ですし、まあ、今日の高値も4万314円ということですから、まあ、何かあればですね、また4万円割れて3万9000台、あるいは3万8000台になっていく、そういうリスクは当然あるわけなんですね。しかしながら、いずれにしても、まあ、3万8915円をあっさり抜けてから、なんとなしにもう、そう日にちも経ってない、まあ、2月の22日から数えてもそんな大して日にちが経ってない中で、まだこんな4万円を超えてくるというこの日本株の強さですね、これには本当に舌を巻かざるを得ない。ただし冒頭から申し上げているように、日本株なら何でもいいって言って上がってるわけじゃなくて、むしろ今日あたりはですね、値下がり銘柄数のが圧倒的に多かったっていうところもですね、まあ、市場は割と冷静であるということが言えるかと思います。ただし、ちょっとその値下がりの銘柄よく見てみると、そんなに悪くないのに下がってる銘柄も多いのでですね、やっぱりそういった見直しってのはどっかで出てくることになると思います。そうなってくると、まあ結局はトピックスの新高値更新ということにもなってくるんだろうと思います。まあ、トピックスが2884引け値で、2886ポイントのザラバの高値、1989年の12月18日、この高値を超えてくるような状況になった時の日経平均のイメージは、まあ、42,500円というイメージのようですけれども、まあ、日経平均がこのまま伸びていくのか、むしろ3月に向けてですね、トピックス型、つまり、バリュー株優位になっていくのか、まあ、今の段階ではまだ何とも言えないんですけれども、いずれにしても日本株っていうのはですね、ハイテク株もバリュー型の、まあ、グロース株もハイテク株も両方ですね、交互に、まあ、買われているってところに今の日本株の強さがあると思われますし、おそらくこんな状況が続いていくんだろうなというふうに思われます。まあ、週末ですね、 ISM の製造業景気指数が前月比でマイナス 1.3 で、予想の 49.5 に比べて 47.8 と結構落ちたことによって、まあアメリカのですね、まあ長期国債の金利が結構下がりましたので、まあそのことでアメリカはですね、今現在は 4.21 なんですけど、まあ 4.18 ぐらいまで下がってましたね。まあ、このことで、ナスダックも、S&P500 種も上昇したわけなんですけれども、今後、まあ、雇用統計、今週ありますが、まあ、こういった、一旦ちょっとこう金利が下がりにくいような指標が出ている中で、久しぶりにですね、今回、まあ、製造業の景気指数で金利が下がったと。
で今度の雇用統計、あるいはその前のジョルツも含めてですね、これをまあ打ち消すような形になってまた金利が上がっていくのか、あるいはこのまままた低下する方向に行くのか、まあ、そういったことを占うにも今週は非常に重要になりますし、まあ、パウエル議長がまあ議会発言でどんな発言をするのか、あるいは地区連銀報告ベージュブックですね、これも今週出てきますので、今週も非常に興味の尽きないといいますか、重要な週になるように思います。まあ、いずれにしましても日経平均株価の強さは今後もある程度続いていくのかなと、そう思っていいのではないかというふうに思っています。 KIS というですね、オンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですねマーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。